岐阜県政ホットラインスタート。5月28日岐阜清流文化プラザに子どもたちがやってきました。何をしにやってきたのかというと、タレイ町の子ども歌舞伎を見せに来ました。そうです、彼らはこの日岐阜清流文化プラザ岐阜清流座で地歌舞伎の公演を行う役者たちなんです。岐阜は全国でも有数の地歌舞伎大国。県内には30を超える地歌舞伎保存団体と9軒の歴史ある芝居小屋が現存しており、ここ岐阜清流文化プラザの岐阜清流座では岐阜の地歌舞伎文化の発信拠点として県内各地の保存団体が順次出演する勢ぞろい公演を開催しています。この日は恵那市の東美濃子ども歌舞伎による喜市方言三略の巻五条橋の段、樽井町の樽井引山保存会による恋女房染め分け手綱重の井小別れの段、揖斐川町の揖斐祭り子ども歌舞伎保存会による絵本太閤記十段目天ヶ崎観挙の場が満員の岐阜清流座で見事に上演されました。今回の公演ではコロナ禍で自粛をしていたよっ待ってましたの掛け声大向こうも復活し、たくさんのおひねりも飛んでいました。声を上手に分けてできることが頑張りました。お稽古は大変だけど、みんなでお芝居をするのが楽しいです。岐阜清流座で行われる地歌舞伎勢ぞろい公演のもう一つの楽しみがこちら、観光特産品 PR コーナーです。出演団体の地元のいいものが紹介されています。今年度は7月、9月、11月そして来年3月に地歌舞伎勢ぞろい公演を予定しています。県内各地で大切に受け継がれている岐阜の地歌舞伎文化をここ岐阜清流座でぜひお楽しみください。また岐阜清流文化プラザの公式 YouTube チャンネルでさまざまな演目を無料で配信しています。こちらも合わせてお楽しみください。はい、岐阜の地歌舞伎や岐阜清流座の地歌舞伎勢ぞろい公演についての情報は岐阜清流文化プラザのウェブサイトにてご確認ください。岐阜が世界に誇る地歌舞伎の世界を皆さんも堪能してみてください。次回も見てね。